どうも、はしきりサメサメ社会学者リッキーです。世界にはいろんなサメがいますが、やっぱり皆さんでかいサメが好きですよね。今回はそんなあなたにぴったりな太古の巨大ザメ、メガロドンがテーマです。サメに詳しくなくても名前くらいは聞いたことある人も多いと思います。ジェイソン・ステイサム主演のサメ映画メグザモンスターの影響もあり、より一層有名なサメになりました。そんなメガロドンは一般に絶滅した巨大ザメ、もう見られない動物とされていますが、メガロドンは実は生きていると主張する人々も存在します。ではメガロドンとはどんなサメだったのか、現在も生きている可能性はあるのか、もし生きているならどうなるのか、今回はメガロドン生存説の真相というテーマで解説をしていきます。よろしくお願いいたします。まずメガロドンとはどんなサメなのか簡単に紹介していきます。メガロドンは約2000万年前から360万年前まで生きていたとされるネズミザメ目のサメです。地質学や化石に詳しくない方のために図解をすると、だいたいこの辺りの時代です。メガロドンが恐竜やモササウルスと一緒に生きていたと勘違いする人も多いんですが、メガロドンが誕生したのは恐竜たちが滅んだ後の時代とされています。そんなメガロドンが人気な理由は何といってもそのサイズです。諸説ありますが、全長15から18メートル、20メートルに達するという説もあり、現世のホオジロザメの 2,3 倍に相当します。見つかっている歯の化石の大きさは、大きいもので縦15センチから18センチ、成人男性の手のひらにも収まらないようなサイズです。そもそもメガロドンという名前自体が巨大な歯を意味します。しかもよく見てみると、歯の縁がギザギザしていて先も尖っており、クジラなど大きな獲物を噛み切るのに適しています。実際メガロドンと同じ時代のクジラの化石から、メガロドンから受けたとおぼしき傷や歯のかけらが発見されています。さらにこの化石が日本を含め世界中で発見されていることから、当時の熱帯や亜熱帯の海に幅広く分布していたと思われます。このように巨大な頂点捕食者だったと思われるメガロドンですが、実際のところどれくらいのサイズがあったのかはっきりしたことは分かっていません。先ほど15から20メートルという話をしましたが、これらはメガロドンの歯の大きさから推定した値です。サメは歯以外の骨が軟骨でできていて、化石として非常に残りづらく、メガロドンの全身骨格はこれまで見つかっていません。そのため現在出回っているメガロドンのサイズは、ホオジロザメの歯と全長の関係式にメガロドンの歯の数値を当てはめたりして算出しています。2020年にメガロドンのサイズや体格について論文が発表され、第一背びれの高さが 1.6 メートル以上、頭部だけで自動車並みのサイズがあるというのが話題になりましたが、これも他のネズミザメ目の体のサイズや体格から推定した値です。本当にこれ通りだったのかは現在確かめようがありません。さらに言えばメガロドンの分類についても諸説あります。当初はホオジロザメと同じ属の祖先とされ、和名は昔オオホオジロザメ、学名はカルカルドンメガロドンと付けられていたんですが、現在この説は誤りとされ、すでに絶滅したネズミザメ目のグループオトドゥースの仲間だったとする説が有力です。ちなみにメガロドンの姿は巨大なホオジロザメのように描かれることが多く、便宜上この動画でもそうしたイラストを使っていますが、今述べたようなことを考慮すると、実際は違った見た目だったと思います。そんなメガロドンが絶滅した理由についても、海水温低下によって起きた環境変化に適応できなかった、シャチやホオジロザメなど他の捕食者との競合の中で衰退したなど、様々な説が提唱されていますが、はっきりとは分かっていません。こうした謎に満ちているところもメガロドンの人気を後押ししていると思います。このように知名度はあるものの、謎の多いメガロドンは実は生きているのではないかという生存説が人気を集めています。では生きているとされる根拠は何なのか、生存説の内容についてまとめてきました。1、証拠写真。メガロドンを写した証拠として有名な2つの写真が存在します。1942年南アフリカにてドイツの潜水艦を撮影した写真に、とてつもなく巨大なサメの背びれ、そして尾びれが写り込みました。背びれと尾びれの距離はおよそ64フィート、約20メートルと推定され、もしこれが1匹のサメのヒレなら、メガロドン以外考えられないのではないかと言われています。続いては2013年、同じく南アフリカにて、死んでいるとおぼしきクジラを収めた写真の左側に、巨大な背びれが写っています。背びれの高さはおよそ6フィート、約180センチとされ、やはりメガロドンである可能性が指摘されています。2、証拠映像。南アフリカの深海でロボットアームを使っている様子を収めた映像にて、奥の暗闇の中に巨大なサメの胸びれとおぼしきものが映りました。
映像から推定されたサメの大きさは約18メートルとされ、これはメガルドンを撮影した貴重映像ではないかと言われています。3、目撃証言。1918年、オーストラリアのポートスティーブン市の沖合にて、ロブスター漁をしていた漁師が、全長30メートル以上の巨大な白いサメが、ロブスターが30匹ほど入ったカゴを引きちぎっていたと証言しています。他にも1927年にタヒチで全長10メートル前後のホウジロザメに似たサメを見たという話や、2011年日本の伊豆でホウジロザメに似た全長25メートルのサメを見たというカツオ漁師の証言など、メガルドンとおぼしき巨大ザメの目撃談は多く存在します。4、尾びれを噛みちぎられたクジラ。2009年ハワイにて尾びれを食いちぎられた巨大なクジラが浜に打ち上がっているのが発見され、こんなに大きなクジラを襲えるのはメガルドンではないかと推測されています。5、化石化していない歯。1954年にレイチェル・コーエン号という船がオーストラリアのアデレートに寄港した際、船体に刺さった17本の巨大な歯を発見しました。歯の大きさは縦が8センチから10センチ、口の直径は約2メートルほど、ここから推定される全長は20メートルを超えます。また深海から化石化していないメガルドンの歯が見つかったという話もあり、今も深海でメガルドンは生きてるのではないかと囁かれています。6、飲み込まれたタグ。2003年11月にオーストラリアの南西沖でホウジロザメに取り付けたタグが後日浜辺に打ち上がっているのが発見されました。2.7 メートルのホウジロザメに付けられたこのタグは、サメ周辺の水温と水深を測定して記録するように設定されていたんですが、記録されたデータによれば、そのサメはタグの装着から約4ヶ月後に突然580メートルの深さに潜り、その際周辺の水温は摂氏8度から26度へ上昇していることが確認されました。この急な潜水と水温上昇は何者かに襲われてタグが飲み込まれたことにより起きたと推測され、3メートル級のホウジロザメを襲うほどだからメガロドンではないかという人もいます。7、食いちぎられたアオザメ。2019年オーストラリアにて漁師のジェイソンさんが黒ヘリメジロザメを釣っていたところ、体重250キロはありそうなアオザメがそのサメに噛みついてきました。ジェイソンさんはこのアオザメを船の上に引き上げたんですが、アオザメは別の何かに噛みちぎられており、頭から先がほとんど残っていない状態でした。ジェイソンさんは何がアオザメを襲ったのかわからないと証言していますが、これだけ大きなサメを襲って食べるのはメガロドンではないかという憶測が流れました。8、シーラカンス発見。これはどういうことかというと、絶滅したとされていたシーラカンスも見つかったんだから、メガロドンが生きていてもおかしくはないという主張です。シーラカンスは今でこそ深海魚のイメージがありますが、実は浅瀬や淡水域だった場所でも化石が見つかっていて、恐竜たちと同時期に絶滅したと考えられてきました。しかし1938年にシーラカンスの仲間が発見され、その後学術的に新種記載され、それまでの常識が覆る大発見になりました。こうした前例があることから、メガルドンもシーラカンスみたいに深海で生き残ってるかもしれないという人が一定数います。大体これらの根拠を挙げて、海には分かっていないことがたくさんあるからメガルドンが生きている可能性は十分にあると締めくくるのがメガルドン生存説のお決まりの流れです。ここまでメガルドン生存説の根拠を並べてきましたが、果たしてこの生存説信じて良いのでしょうか。結論から申し上げると、根拠が弱すぎて信じるに値しません。メガルドン生存説は騙されやすい人やオカルトマニアが勝手に盛り上がっているだけであり、現在も生き残っている可能性は非常に低いというより実質ゼロだと思います。ではなぜそう言い切れるのか、今から説明していきます。1、シャークウィークの嘘。実は今回提示した根拠のいくつかはフェイクであることが分かっています。先ほど紹介したメガルドンのものとおぼしき2枚の写真、尾びれを食いちぎられたクジラ、深海で撮影された映像、これらすべてはディスカバリーチャンネルの番組シャークウィークのために作られたものです。シャークウィークは実際のシャークアタックの事例などを取り上げることもありますが、メガルドンの生存説を取り扱った番組メガルドン The Monster Shark Lives はモキュメンタリー、つまりドキュメンタリー風に作られたフィクション作品です。僕自身この番組を全て見たんですが、釣り船が巨大なサメに沈められて全員死亡という衝撃的なニュースから始まり、冷静に見ればフィクションとわかる内容でした。登場している海洋生物学者も役者であることがわかっています。
フィクションだと割り切ればそこら辺の B 級サメ映画よりも面白い気がしますが、本作は本物のドキュメンタリーのように放送した上で注意書きや訂正もなかったので、 SF 番組の方がお似合いだ、間違いや誤解を招くというレベルではなく嘘など研究者やまともなサメ愛好家などからかなり批判されています。改めて写真を見てもかなりうさんくさいですね。全長20メートルを超えるサメが泳いでるはずなのに全然それらしい波が起きていません。2枚目に至ってはクジラを食べに来てるんだから噛みつく瞬間や顔を撮影しろって感じですよね。ちょうどよくサイズの基準になる物体と一緒に水面から出たヒレだけが映っているっていう構図も怪しいです。おそらくはっきりとサメの姿を映すと逆に怪しさが出て合成がバレやすいので、背びれだけの方がフェイクを作るのに都合が良かったんだと思います。一部のゆっくり実況やオカルト系のブログなどがこの番組の内容を引用して、アニマルプラネットもメガルドン生存を支持しているとか言ってますが、同じ情報発信者として恥ずかしいです。2、目撃談は根拠にならない。科学的な検証において目撃談や体験談は最低ランクの証拠になります。幽霊のことを考えると分かりやすいと思いますが、霊を見たと嘘をつく人のリスクはもちろん、単なる見間違いをお化けだと思い込んでいたり、本人に科学の知識がないために自然現象をたたりと勘違いしてしまうなど、はっきり言って当てになりません。巨大生物というのも話題性があるので、ホラ話や誇張された数値が出回るのはあるあるです。また体格がホオジロザメに似ていて10メートルを超えることもあるウバザメというサメは実在するので、ウバザメをメガロドンと見間違えた可能性はあります。メガロドンも幽霊と同じで目撃事例が多いというだけで存在を肯定することはできません。 3. メガロドンの歯の発見について、レイチェル講演号の事例では船体に刺さった歯が残っているはずですが、そうした歯が保管されていたり学術的に分析されたという記録は見つかりませんでした。また深海で化石化していないメガロドンの歯が見つかったという話についても、サメガイドブックという本にその話が載っているだけで学術的な記録はないようです。ちなみにこの本は研究者ではなく海洋フォトジャーナリストが出版したもので、知識面において怪しい部分が他にもあります。冷静に考えればわかりますが、メガロドンの生存を裏付ける歯が見つかれば海洋生物学、古生物学における超重大発見なので、博物館での展示や学術論文など何かしら記録が残っているはずです。それがないということであれば作り話か学術的に認められない代物であると疑うべきだと思います。 4. 捕食の事例がメガロドンとは限らない。メガロドン生存説が挙げる根拠には飲み込まれたとおぼしきタグや噛みちぎられた青ザメなど事実に基づいたものもあります。しかしこれらがメガロドンの仕業だとする根拠はありません。サメが自分より小さなサメを襲うことはよくあるので、他のサメ類かもしれませんし、シャチが襲ったという可能性もあります。大きな生物や凶暴と思われている生物が襲われた、だからメガロドンかもしれないというのはあまりにも短絡的で都合のいい考えです。ここまで聞いて、よく言われている根拠が弱いだけで人目につかない深海でメガロドンが生き残っている可能性もあるという人もいると思います。しかし今から述べる理由により、メガロドンが深海に潜んでいる可能性はないと言い切っていいと思います。まずメガロドンの生態については分かっていないことも多いですが、化石が収集された場所や歯の形状からして世界中の暖かい海に分布し、現世のホオジロザメよりも巨大なサメで、クジラなどの大きな獲物を襲っていたことは間違いないと思います。そんな巨大ザメが深海で生き残るには、彼らを支えるようなクジラや他の大型サメ類などの餌がたくさん必要であり、さらにその餌を支えるたくさんの魚が必要で、さらにその魚たちの餌になる小さな生物が膨大に必要です。特にメガロドンがネズミザメ目の仲間で大型の海生哺乳類を襲うようなサメだったとしたら、キモと呼ばれる血管構造を持つことによって体温が高かった、つまり代謝速度が速く、より大きなエネルギーを必要にしていたと考えられます。しかし一次生産者のいない深海環境の資源は限られており、深海の生物たちだけでメガロドンを支えきれるとは到底思えません。実際深海に生息する工事捕食者たちは体が小さいか表層と深海を行き来していることが多いです。そもそもメガロドンにとってご馳走である大型鯨類が豊富な表層に姿を見せず深海に引きこもっているという発想が理解不能です。次にメガロドンの子育てについてなんですが、最強の捕食者というイメージが強いメガロドンも幼少の頃は餌が豊富で天敵が少ない浅瀬で過ごしていた可能性があります。
イギリスのブリストル大学をはじめとする研究チームは、小さなメガロドンの歯の化石が見つかった記録などをもとに、スペインやアメリカ、ペルーなど複数の地域の沿岸域がメガロドンが幼少期を過ごす生育場所だった可能性を指摘しました。現世のサメ類にも幼魚の頃に浅瀬やマングローブ林、あるいは淡水域で過ごすサメは多くいるため、メガロドンがこうした生態を持っていても不思議ではありません。この研究結果が正しいと仮定した場合、メガロドンの成魚が外洋や深海にいるとしても、幼魚およびそれを産みに来た母ザメが沿岸で目撃または漁獲されているはずです。しかし、そうした信頼できる記録は存在しないため、やはりメガロドンは絶滅したと考えるのが妥当だと思います。ここまで聞いて、海は未解明なことも多いから生き残ってる可能性はゼロじゃないとか、シーラカンスの事例があるんだから絶対にいないとは言い切れないっていう反論をする人もいると思います。しかしこれは俗に悪魔の証明と呼ばれるオカルト界隈がやりがちな奇弁たわごとです。例えば空を飛べる人間がいるかという議論があった時に、肯定する場合は飛行能力を持つ人間を一人連れてくれば立証責任を果たせます。しかし否定するとなった場合はどうでしょう。まず地球上の70億人全員を調べる必要があります。まあ、この時点で無理なんですが、仮にできたとしても調査の時に漏れただけかもしれない、調査の時はたまたま飛べない条件だったかもしれない、地球にいなくても宇宙の果てに存在するかもしれないなど、想定される可能性を全て潰さないといけません。はっきり言って存在の完全否定というのは不可能なんです。本職の科学者の方が何かの存在を否定するときに、可能性がかなり低いとか非常に考えづらいのようなすっきりしない言い方をするのもこれが理由です。しかし完全否定が不可能だから存在するっていう風にしてしまうと、神、幽霊、ポケモン、もう何でもありになってしまいます。そのため〇〇が存在するかどうかという議論をする際に、立証責任は常に肯定する側にあるんです。わかりやすく言うと、可能性がゼロじゃないから存在するという理屈は許されず、存在すると証明できる確たる証拠を用意しなければいけないんです。メガロドン生存説でよく例に使われるシーラカンスについては、標本という明確な証拠があり、調べた結果を学術的に認められる形でまとめた論文もあります。つまり肯定側が立証責任を果たしているんです。しかしメガロドン生存説についてはシーラカンスに比べると根拠があまりにも弱く、可能性はゼロとは言い切れないや、深海を調べきれていないから断言できないとへりくつを述べるだけ、立証責任を果たしているとは到底言えません。よほど強力な新しい証拠が提示されない限り、信じるに値しない、ありえないと言い切ってしまって問題ないと思います。最後に、それでもメガロドン生存説を捨てきれないという方のために、メガロドンがもし生きていたらという前提で考えてみようと思います。メガロドンが衰退した経緯ははっきりとは分かっていませんが、何かしらの原因で人目につかない深海へ逃れてきた、そしてこれまたなぜか分かりませんが深海の奥底でずっと暮らす生活スタイルになったと仮定します。すると今までとは異なる自然淘汰にさらされたメガロドンたちは、世代を経るごとに別の姿に進化すると予想できます。まず深海は餌が少ないので、餌がたくさん必要な大きな個体は生きていけなくなるでしょう。体が小さい方が生存に有利になり、全体的に小型化します。他の深海ザメや深海魚の大きさを考えると、2メートル、大きくて5メートル前後というのが妥当な気がします。次に、深海で暮らすサメは少しでも多くの光を吸収しようと目が大きくなりがちで、タペータムと呼ばれる反射板が発達するため、エメラルドっぽく輝いていることが多いです。また今までよりも小さな獲物を食べるなら歯の形も変わるでしょう。多くの深海捕食者がそうであるように、細長く尖った刺すタイプの歯になっていくか、幅広い獲物を捕食できるようにイタチザメなどに近い形になるかもしれません。さらに体格も変わります。メガロドンは本来クジラなどを襲う高速遊泳に優れた捕食者だったと思われますが、深海を泳ぐ動きの遅い小さな魚を襲うのにそこまで速い必要はありません。むしろエネルギーを余計に消費して生存に不利になる可能性すらあります。実際メカニズムについては諸説ありますが、水深が深い場所にいる魚は動きが遅くなる傾向があります。そのためホオジロザメやアオザメに見られるような筋肉質な体ではなく、ミツクリザメのようにもっと細い、あるいはペラッとした水っぽい体に進化すると考えられます。以上の仮説をまとめると、メガロドンの子孫がもし深海で生き残っていた場合、
全長は10メートルにはるか及ばない大きさで、目が大きく、歯の形も三角形ではない、どこか細長い感じのサメになると予想できます。つまり、万が一メガロドンの生き残りがまだいたとしても、世間一般でイメージされる姿ではなくなっている可能性があるわけです。というよりも、もはやメガロドンから進化した別種のサメと言えそうです。もちろん2、300万年という期間でここまでの変化が起きるのかは分かりませんし、進化に決まった道筋はありませんが、メガロドンが生きていると本気で主張するなら、最低限ここくらいまでは考えてほしいなと思います。以上がメガロドン生存説の真相と、もしメガロドンが生きていたらの解説でした。最後までこの動画を見て夢をぶち壊されたって思う人もいるかもしれませんが、メガロドンが生き残っていなくても現世で確認されているサメだけでも十分に魅力的で面白いので、その辺は安心してください。そんなサメたちの魅力や環境問題などについてこのチャンネルでは発信していきますので、こういうの一緒に勉強していきたいよという方はチャンネル登録、高評価、各種 SNS のフォローと、僕が運営しているサイトボードギルのチェックをよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さよならブカ。バイバイ。